ミラノのドゥオモ広場広場は広く開けた場所。特に都市等において集会やレクリエーションなどの機能を持つよう設備された広く平らな場所、歩行者空間のことである。古代ギリシアでは紀元前8世紀頃に小部族ごとに居住していたギリシャ人が散在する平野ごとに集中するようになった。集落が ポリスに成長すると、中心に、アゴラと呼ばれる広場が形成されるようになった。また、古代ローマでは、紀元前6世紀に、王、元老院、市民集会の三権分立体制を取る、共和制国家が成立したが、兵士の役割の増大により、平民の政治的要求が高まり、市民が活動するための公共領域がフォーラムを、中心に強化された。 街路や広場の計画などの都市計画で比較すると、ギリシャでは自然の地形に沿った形態が尊重されたのに対し、ローマでは整地して、成形の広場を設ける傾向があり、大通りが交差する地点に3対2の大きさの広場が設けられることが多かった。広場は宗教的広場、政治的広場、商業的広場などに分類される。国土交通省の 都市計画運用指針では、公園、緑地等とともに、公共空地として、次の通りに扱っている。広場とは、主として歩行者等の休息、干渉、交流等のように共することを目的とする、公共空地である。一規模広場は、広場を設置する目的、利用者の行動、周辺の土地利用等を緩和にし、適切な規模とすることが望ましい。 二配置広場は、次の項目の位置に該当するような場所に配置する、ことが望ましい。阿周辺の建築物の用途が、おおむね商業施設、業務施設、文教構成施設、観光庁施設である地区遺下に高資源等が存在し、多数人が集中する、地区交通の結節点あるいは多数人が利用する、都市施設の近傍または歩行者の多い道路の、 遠藤へ都市の象徴または記念の目的に供する場所、あるいは都市景観の向上に著しい効果が認められる場所、国土交通省、都市計画運用指針交通広場と駅前、広場上記、都市計画運用指針では、その他交通施設として、通路とともに、交通広場というものがあり、次の事項を取り上げている。交通広場の計画交通広場の位置交通広場の、 規模、構造等交通広場の立体利用なお、その他交通施設とは、都市計画に定める。都市施設の種類については、法第11条及び例第5条において、定められているが、その他交通施設として、空港、軌道、通路、交通広場が考えられるので、必要に応じ都市計画に定めることが望ましい。都市、3、交通広場に、 交通広場の都市計画の考え方を示している。交通広場は交通施設と都市計画道路との結節点であり、交通の集中発生量が多く、これらを円滑に処理するだけではなく、都市の玄関として美観施設を備えた幹線街路つまり広場型の道路である。駅前にある場合は特に駅前広場と呼ばれるが、これは交通広場である。 駅前広場は道路に付属する交通広場として決定する都市施設であり、交通のニーズに合った十分な空間や機能の確保を図るとともに、都市の顔としてのシンボル性、オープンスペースとしての役割にも配慮した整備を進める必要があるが、駅前広場をはじめとする交通結節施設は、一種の交通機関を相互に連絡し、多様な交通需要に対応した体系的な 交通サービスを提供する拠点である。以下は、駅前広場の例をイキメディアコモンズには、日本の駅前広場に関するカテゴリーがあります。境内日本では、自社の境内が、近世以前から、オープンスペースとして機能していた。中世には、自治活動の中心となり、時には、一機の拠点ともなった。また、境内では、芸能の工業も行われ、農民の娯楽の場所にも、 なっていたポケットパークポケットパークは都市計画法にも定められている小規模公園で集合住宅やバス停などの脇複数の道で区画された小土地などに整備されている橋爪広場橋爪とは橋のたもとを指す都心に立地する橋では橋爪に生じる空間に広場を整備し景観的に高立地である橋の特色を活用した 空間整備の試みが積極的に行われている。東京の日本橋は1980年の修繕時に景観整備として4カ所の橋爪に広場が新設された。橋爪の地盤を掘り下げて広い大理石のテラスにし、側面からも橋が眺められるようになり、また水を滝のように流す壁線を作り、樹木を配置し、夜間はライトアップされて演奏会や、 観光のための人力汽車による橋順などのイベントも行われている。広場公園日本では建設省都市局が1980年にモデル事業として広場公園事業をスタートさせている。主として商業、業務系の土地利用が行われる地域において都市の景観の向上、周辺施設利用者のための休息等の利用に供すること、賑わいの創出や 市民の休息、干渉に資するために、市街地の駅周辺に配置する公園。繁華街の中に担保性のある広場を設けるのが狙い。横浜市の開港広場や埼玉県川口市の木モール、コミュニティプラザなどがある。モデル事業所年度に作られたものは、開港広場記念公園のほかに、千葉市に東広場公園、新港市に末広広場公園、 金沢市に片町広場公園、長野市に買い物広場公園、神戸市に湯煙公園である。梅小路公園芝風広場都立、野川公園脇水広場芝風広場越谷、梅林公園広場ニューヨークのパブリックスペースプロジェクトは最良の公共の場として世界中の広場の中から60の広場を選んだ。選出された広場は極めて異なる。 文化圏に点在しているにもかかわらず、共通する要素が見られるという。それは、アーケードあるいは広場の隅に、それに見合う休憩所があること、適度な広さであること、感覚的に心地よいと感じる序列があることである。サンピエトロ広場ピカデリーサーカスコンコルド広場、クオピオマーケットスクエア西海広場唐津市近代図書、建前広場かのや、 イベント広場、鹿屋市役所跡地、拓殖大学文京キャンパス、五上限広場、岩瀬下関子ども広場、明治大学日だまり広場、南バスターミナル広場、中華、人民共和国上海市、港北区にある、上海駅の南広場、道の駅、三山ふれあい広場、藤ヶ丘駅前広場、南鳩谷駅、東口広場、西谷駅前広場、関西本線、大和小泉駅、 東口駅前広場。ありがとうございます。